えー、昨日ですね8月の29日には、えー、新潟2歳ステークスが行われまして、まあ、今週末には、えー、札幌2歳ステークスを控えているような状況の中で、今、あの動画の方を撮らせていただいております。まあ、8月29日開催の時点で、えー、デビュー済みの2歳馬の中から、いろいろ加味しまして、来年のクラシック候補を探そうという企画になっています。 まあいろいろあのラップだとか決闘だとか馬体だとかまあいろんなところから判断させていただいてえ来年のクラシック候補となるんじゃないかという馬をベスト3という形で形式で発表させていただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 はい、それでは期待の2歳馬ベスト3ということでお届けをさせていただきます8月29日日曜日の開催までにデビューした2歳馬を今回対象としております新馬戦の勝ちっぷりラップケット面総合的にそのあたりから判断をさせていただいておりますがあくまで個人的な主観となっておりますのでちょっとあらかじめご了承ください、まあ、あのクラシック候補となる馬にですね 早い段階から注目しておくことで、まあ、今後あの2歳戦からです、ね、来年のクラシックに至るまで、まあ、長い期間、あのー、しっかり馬券でも役立つようなあの情報となるんじゃないかなと思っておりますので最後までご視聴のほどよろしくお願いしますでは早速1投目見ていきましょう。 はい、来年のクラシック候補ということで、えー、まず1投目、えー、ご紹介をさせていただきますのはステルナティアですね、えー、こちら牝馬になっています、まあ、新馬戦、ね、新馬線新潟の1600メートルだったんですが、まあ、上がり32秒7というものすごい速いタイム上がりタイムで圧勝をしております まあ新潟だとですね、まあ、こういった上がり32秒台で、あの新馬戦勝つような馬も過去にも数頭いますので、まあ、この数字だけで踊らされるわけでもないんですが、まあ、実際のレースを見ると、あの後方待機からです、ね、直線に入って外に出して、えー、持ったまま。 先頭に並びかけるような形から追い出されると豪快にあの瞬発力を発揮して、えー、差し切るという形をとっていましたので、まあ、レースセンスかなり良さそうですし、えー、現時点での完成度も高いのかなと思っております、えー、この馬ですね、まあ、ステルビオの妹という形になっていますしロードカナロア3区ですので、まあ、こういった血統だけ見ると、えーまあ、ステルビオもですね、あのー 唯一の G1 勝利が、えーまあ、マイルチャンピオンシップですしあのスワンステークス 1400m のスワンステークスなんかでも構想してたりするのでちょっと短めの距離が思い浮かぶかもしれませんが、まあ、ただステルビオ自身もですね皐月賞4着だったりとか あのダービーも、まあ、ワグネリアンが勝った年のダービーに出走しているんですが、まあ、8着だったんですが0.4秒差、ワグネリアンと0.4秒差で上がりも上位の,あの末脚を発揮しておりますので、まあ、ステルビオ、お兄ちゃんのステルビオもあのかなり距離的にはもう少し長いところでも全然活躍できていた馬なのかなと思います。このののスステテルナティアもも、まあ、レース運びっぷりを見るるとと距離もある程度持ちそうかなと思いますので まあ3歳の早い段階、桜花賞、まあ、オークスまでだったら、ちょっとこの距離もこなせるんじゃないかなと思いますので、まあ、早くもちょっと二冠馬候補という形で、ちょっと注目をしております。はい、それでは2頭目ご紹介させていただきますのは、ジオグリフとなっております。こちらはボバとなっていますね。えジオグリフはですね、 えー、6月の26日に行われました新馬戦、東京の1800メートルなんですが、まあ、その新馬戦を勝っています、えー、2歳児にです、ね、東京芝コースで、えー、上がり5波論を、ちょっとこのすみません、表の数字が間違っちゃってるんですが、2歳児に東京芝コースで、えー、レース上がりが58秒未満のレースを上がり最速で制した馬を、えー、表にまとめております。 まあその中でもで、ね、1600メートル以上に限定すると、えー、まあサリオス、グランアレグリア、コントレイルとそうそうたるメンバーが並ぶ中にこのジオグリフもあの名前を連ねる形と今回なりました、えー、まあ東京芝コース2歳児にレース上がりが58秒未満のレースを上がり最速で制した馬 はもうあの名馬しかいませんので、まあ、そういうデータ的にもあのこのかなり注目できるんじゃないかなと思っていますちょっとドレフォンサンクっていうのがちょっと気になるところではあるんですが、まあ、ただこのジオグリフですね品系がまああのアンデスレディの品系になってまして、まあ、もう1個遡るとペールスポート の名前が出てくるようなちょっと良質なま品系となっています。まあ、近親にあのインティライミとかサンバレンティンとかがいるような血統でして、まああの活躍場多く出しているあの品系なんですけれども、まああのそういった優秀な品系からあのしっかり能力を受け継いで、あのこのドレフォン がですね、まあストームキャット系なので、まあ、こういった主流血統を脈々と受け継いできた品系にストームキャットが入ることでいいアクセントになっているのかなという点もありますのでまたちょっと今のところドレフォンサンクですね母父だとか、まあ、お母さん型の血統のいいとこを引き出すような傾向も見られますのでまああの新馬線のラップからもですねこの血統的にもちょっとジオグリフの方を今後注目かなと思っております。 まあこのジオグリフですね、まだちょっと、あのー、今週末の札幌2歳ステークスに出走予定となっていまして、まあ、札幌2歳ステークスがちょっと合うかどうかっていうと、ちょっと微妙なところだとは思うんですが、まああのー、この新馬戦のラップタイム見る限りは、もうダービー候補と言っていいんじゃないかなと思っておりますので、まあ、札幌2歳ステークスでちょっと負けちゃったとしても、引き続き注目していきたい一投なのかなと思っております。 はい、続きまして3頭目はセリフォスです、ねまあ注目も何もですねあの新潟2歳ステークスもうすでに重賞を勝っていますので、まあ、この馬をちょっと上げるのがどうかなと正直思った部分もありますし正直言うとちょっとあのコマンドラインと迷った部分もあるんですが。 まあちょっとこのセリフォスの方をあのベスト3の中には入れさせていただきました新潟2歳ステイクスをです、ねまあ、上がり最速で勝利をしています。 胴長の体型でですね、アドマイアマーズをまあふつとさせるような大和メジャー3区なのかなと思っています、まあ、これはちょっと、安藤勝美元機手があのツイッターで発言していた内容を、もうもろパクりさせていただいているんですが、個人的にもちょっとそんなイメージがあったので、今回、記入をさせていただきました。 まああの新馬戦勝った時のラップもそうですし新潟・日サイ・ステークスの走りっぷりなんか見ても、まあ、ちょっとスパッと切れるというよりはあの長くいい足を使うような感じかなと思います、まあ、そういったところもちょっとアドマイ・ヤマーズと似ているのかなと思うんですが皐月賞だったり NHK マイルまでね、あのーまあ、しっかりこう先行して、あのー、平均的な直線でこう足を使うことで、あのー まあ、札幣賞 NHK マイルみたいなローデーでちょっと活躍してくれるようなイメージをしております、えー、新潟2歳ステークスですね直近だとあんまりあのクラシックで活躍するような馬は出していないんですがまあ、この馬は今回ちょっと期待できるのかなと思っていますクラシック候補の一頭かなと思っておりますのでぜひ注目していきましょう はいそれでは3頭ご紹介をさせていただきました、えー、ステルナティア、ジオグリフ、セリフォスとなっております、えー、ステルナティアについてはまだあのー、新馬線カッターと時走がちょっとまだ未定な状態となっておりますが、えー、ジオグリフに関しては、えーまあ、動画撮ってる週の日曜日ですね今週末の札幌2歳ステークスに出走となっております個人的にはまあ あのダービー候補と言っても過言ではなないいのかなと思っています、えーまあ、ダービービで有力になるような馬が札幌2歳ステークスでしっかり走るのかと言われるとちょっと疑問なところなんですが <laughs>、まあ、そういった意味でもちょっと札幌2歳ステークスでもしこけてしまったとしても注目していこうかなと思っております、えー、セリフォスに関してはすでにもう新潟2歳ステークスで重賞を勝っていますが あえてててちょっとと注目場としし入れさせていたただきました新潟2歳ス,ステークスここ数年はクラシックで活躍するような馬排輩出してませんがこの馬についてはクラシックまでしっかり期待できるんじゃないかなと思っております8月29日の時点ではこの3頭をクラシック候補として注目をしております はい以上動画の方最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、血統データ備暴録 YouTube チャンネル、まあ、今回はちょっと新しい試みの動画だったんですが主、えー、ボバデータ分析コースデータ分析などですね、えー、馬券の予想の役に立つようなデータをどんどん積極的に出しております、えー、チャンネル登録者数も200人を超えまして、えー、なんとかですね2021年 年内にですね500人を達成するというちょっと目標を立ててあの頑張っております。ぜひあのチャンネル登録をしていただいて応援していただけると嬉しいです。はい、えー、次回ですねまたあの夏競馬が終わるとまた中京開催だったりとか。 えー、阪神とかその辺りが始まってきますので、まあ、その辺りのコースのですねコースデータ分析をまた次回お届けしようかなと思っております是非チャンネル登録をしていただきましてあの次回の動画も見ていただけると嬉しいですそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました次回の動画でまたお会いしましょうありがとうございました